うございます。メガネが反射で青く光っておりますが、クルスルナーです。はい、今日はですね、明日は大好きな N 君と初デート。8時に家を出なきゃいけないから、準備に2時間かかるとして6時に起きよう。おやすみなさい。ピピ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 ピ、待って、今何時？7時半なんていうことはありませんでしょうか。私はあります。大事な日に限って寝坊しちゃうことってありませんか？まあそういう時に備えて、この今のドスッピン状態から20分で可愛くなりたいと思います。今回の動画は20分ほぼノーカットでやっていこうかなって思っておりますので、ちょっとドキドキハラハラしながら見てみてください。では行ってみよう。前髪を濡らして服を着替えてきたので、ここから20分間スタートしたいと思います。じゃあタイマーをセットして20分間ね。よーい、スタート。はい、さあ始まりました。20分間で準備をするという挑戦ですね。今回解説を務めさせていただきます、クルスと申します。多分この子ね、すごい急いでいて全然喋らなくなると思うので、代わりに私が喋っていきたいと思います。まずはコテとアイロンを先に温めるみたいですね。とても効率的です。やはりこの工程を先にしておくことで、メイクをしてる間にコテが温まるので、すぐ髪の毛を巻けるという、素晴らしいですね。ちなみにコテはクレイツのカールプロの 32mm で、ストレートアイロンはサロニアを使っています。そして下地を塗る作業に取り掛かりました。こちらの下地はシュー上村の下地を使っています。この下地も約半年間ぐらい使っていて、保湿力も高くって崩れにくいし、肌の色も自然とトーンアップしてくれるので、すごくお気に入りでずっと使っています。しっかり押さえ込んで塗っていきますね。ちょっと今回この動画20分しっかり測っているので、カットとか早送りとかができなくって、ノーカットでお送りしてるんですけど、その分ね、話さなきゃいけないというか、こういうね、作業の時間が長いので。20分もあれば意外と余裕なのかなと言ってますけど、どうなんでしょうか。そう、ちょっと話すことがなくなっちゃうんじゃないかっていう心配があるんですけど、そんなこんなでコンシーラーに入りました。こちらのコンシーラー、ヒンスのコンシーラーです。前回、前々回、前々回、まあ、少し前の動画、9点の購入品紹介の動画で出したと思うんですけど、こちらのコンシーラーすごいね、最近お気に入りで使ってます。しっかりカバーはしてくれるんですけど、厚塗り感が出なくってすごいいいんですよ。伸びもよくって、まあ、こんな感じでね、ちょっと気になるところにコンシーラーのせていい感じに伸ばしたら、次にクッションファンデーションが登場しました。こちらメディキューブのクッションファンデーションですね。これで広げていくといいますか、まあ、ファンデーションをのせながらコンシーラーを広げていくというイメージですね。早いですね。高速のタッピングというのか、これは。ここまで早い。おー、力強い。こんなに早いクッションファンデーションは初めて見ましたね。でもやはり、設定とはいえど、デートなので、ベースメイクはしっかりやっていきたいところですね。今のところ、順調に進んでおります。このクッションファンデーションも鹿の成分が入っているので、腕が疲れてますね。肌を鎮静しながらカバーしてくれるという点では、すごくいいクッションファンデーションだと思います。今日も安定に滑舌が。おっと、ティッシュを取り出した。ティッシュオフしております。素晴らしい。こんな感じでパフを一度ティッシュオフしてから馴染ませると言いますか、再度叩き込むと崩れにくくなるんですよ。この時間が限られている中でこの作業をするというのは、すごくレベルが高いですね。
ちなみに補足情報なんですけど、ただいまこの動画、このアフレコ動画を撮っている時間が深夜の2時でして、ちょっと頭が回っていないと言いますか、滑舌がいつにも増して悪かったりするかもしれないんですけど、こちらもノーカットでお送りしておりますので、ちょっとご了承ください。はい、パウダーに入りました。パウダーはコスメデコルテのパウダーを使っています。こんな感じでブラシにとって軽くのせていきます。いいですね、すごく順調です。でもベースメイクに少し時間を使いすぎているような気もしますが、大丈夫か。この後この時間内にヘアもやるとするなら、まあ、メイクはあと5分で終わらせて、ヘアに10分は残しておきたいところですね。おっと、何かを取り出しました。コンシーラーだ。またコンシーラーを塗るんですね。あ、顎のニキビがちょっと気になっていて、追いコンシーラーですね。まあしっかり隠していきたいところですね。こちらはイプサのコンシーラーを使っております。ベースメイクは大事ですね。コンシーラーが終わって、次、あ、おっと、ケイトのノーズシャドウを入れるのみたいですね。素晴らしい。しっかり手は抜いていないですね。ノーズシャドウはマスクをしていても出る場面ではないですね。出る部分なので、ここをしっかり入れることによって顔立ちもとてもはっきりして見えると思います。おっと、クルスルナ選手、ここでアイブロウパウダーを省きました。これはなかなかいい選択ではないでしょうか。もともと眉毛がしっかり生えているということなので、眉マスカラをするだけで眉毛が完成するというのは今回の勝因につながっていくのではないでしょうか。私ちゃんと解説できてますかね。ちょっとこのような解説動画は初めてなんで不安なんですけど、眉マスカラが終わって、次はなんだ、アイシャドウに入りました。ここからポイントメイクに入っていきます。アイシャドウは指で塗ることによって時短ですね。素晴らしい。顔がちょっとブサイクなんですけど、まあ、そこはご了承いただいて。おっと、ここでチップを取り出した。涙袋はチップで塗っていくみたいです。このバビメロのパレットもすごくね、発色がよくっておすすめです。涙袋に塗って、まあ、余計なグラデーションは作らず単色で塗っていますね。その後に、やばい、あと12分、はい、また時間ない。そうです、時間がないですよ。涙袋の影を描いています。こちらはキャンメイクのアイブロウパウダーです。まあ、これも安定ですね。やはり涙袋の影はね、どうしても省けないというか、すごく大事なポイントなので、しっかり塗っていきたいですね。いいですね。いやー、でもあと2分でメイクを完成。お、マスカラ、ビューラーを省きました。まあ、確かにビューラーはなくてもいいかなというところなので、今のところビューラーとアイブロウパウダーを省いていますね。これが吉と出るか凶と出るか。マスカラは RMK のマスカラを使用しております。まあ、でもマスカラだけでもね、全然十分なのでいいのではないでしょうか。でもまつげってやはり目力を出すということに関してはすごく大事な役割を果たしているので、ここはしっかり作っていきたいところですね。これでアイメイクは完成か。あ、アイライナーがありましたね。アイライナーもちょっと細かい作業なので時間がかかるところではありますが、短縮していきたい。出ない、大丈夫か。あと1分で10分を切ります。いやー、なかなかギリギリではないか。
滑舌が。お、これでアイメイク完成か。おっと、またパレット取り出した。ラメを重ねてつけていきます。時間があると思ったのか、ラメをプラスで塗っていますね。この目この目頭にラメをのせるっていうのメイク方法がすごく私の顔に合っていて、目と目の距離が近く見えるのですごい盛れるんですよね。お、リップを塗っています。これでメイクは大体完成か。すごくいいペース配分ですね。メイク10分、ヘア10分という感じで決めているのでしょうか。ここでツヤ玉ミストを取り出しました。これをかけることによってメイクがすごく馴染むのでおすすめです。これでメイクは一段落っていう感じですかね。そろそろヘアに、お、ドライヤーを手に取りました。ヘアにかかりました。いいですね、いいペース配分です。私はいつも髪の毛が顔にかからないように前髪を止めていまして、朝はこの前髪の癖を取るところから取りかからなくてはいけないので、これがちょっとタイムロスと言いますか。お、クッションを取り出しました。その強さは大丈夫か。髪の毛がなくなってしまう。すごく急いでいますね。でもやはり前髪はね、ちょっと命なので、しっかり癖を取っていきたいところですね。ドライヤーがもうそろそろ終わる。終わった。ドライヤーが終わりました。前髪はどうだ。いい感じではないでしょうか。まあクルスリナ選手、最近髪の毛を切りましたので、ロングの時と比べたら髪の毛を巻く時間は短縮できるのではないでしょうか。お、ゴムを取り出しました。ゴムを取り出してブロッキングしています。まあ、髪の毛を2つに分けることによって巻きやすくしていますね。まあ、丁寧さは忘れないということで素晴らしい。そしてまずは下の段の毛先を外跳ねにしていきます。この巻き方はすごい、このぐらいの長さの方は参考になると思いますので、ぜひねやってみてください。まずは毛先を外跳ねにしていきます。この毛先を外跳ねにするという工程とても大事で、巻き残しとかがあった時にあまり目立たなくなるので、ここはしっかりグリングリに巻いていきたいですね。ちょっと滑舌が悪すぎる。他行が言えてない気がします。立ちつてと何々のとかもちょっと苦手なんですけど、そんなこんなで毛先を外羽にし終わりましたね。時刻はもうすでに8分を切っております。こんな感じで毛先を外羽にしましたら、次に上の段を巻いていきます。この際に下の段を一度ゴムで留めておきます。そうすることによって上の段も巻きやすくなります。上の段は毛先を内巻きにしていきます。外巻きと内巻きだけでも十分全然可愛い髪型にはなるんですけど、やはり今回はデートということで、ちょっと手の込んだ巻き方をしていきたいというか、可愛くなりたいのでさらに巻きを加えていくんですね。でもこれだけでも全然ナチュラルで可愛いんですけど、おっと、時刻があと6分。なかなかギリギリではないか。いやでも髪の毛を切ったのがすごい好評で嬉しいですね。インスタグラムにも写真を載せたんですけど、コメントとかですごい褒めていただいて、切ってよかったなって思います。やばいという声が漏れてますね。
相当急いでるのではないでしょうか。髪の毛の内巻きが終わって顔周りを巻いています。こっからさらに巻きを加えていきます。こんな感じで顔周りは外巻き、次が内巻きという感じでミックス巻きしていきます。さあ残り時間があと5分30秒を切りました。でも意外と余裕なんじゃないでしょうか。やはり手つきが慣れていますね。すごく早いです。時間を見ながら焦っている、やばいという声が漏れています。でも意外と大丈夫そうな気はしますけどね。こんな感じで少量ずつ表面の毛を取ってで内巻き外巻きのミックス巻きですね。この巻き方すごく簡単で可愛いのでぜひ皆さんは見てください。もうやばい、滑舌が終わってる。で反対側も巻いていきます。終始口が開いていますね。でも15分でもいけそうな感じがするのは私だけなのでしょうか。20分結構余裕そうですね。いやーでもどうだ、あと4分、まだ前髪を巻いていませんからね。お、ちょっと3分の表示ってすごい焦りますね。なんか全然時間がない感じがしてきました。こちらも焦っております。おっと、ここで前髪に取り掛かりました。前髪はストレートアイロンで軽く熱を通すぐらいですね。そうしましたら顔の横の毛を巻いていきます。これでもうだいぶ完成形に近いのではないでしょうか。結構余裕がありそうですが、お、髪の毛を巻き終わりましたね。手ぐしでほぐしていきます。どうですか、すごい可愛いですよねこの巻き方。とっても簡単でテクニックいらずなんですけど、お、何か探しております。オイルではなくバームですね。バームを手に取って髪の毛に塗り込んでいきます。このぐらいの長さの時は質感がすごく大事というか、ちょっとウェットな感じにすると、なんて言うんですか、おしゃれな感じというか、こなれ感が出て、すごいね、いい感じに見えます。これポイントです。いいですね。いい感じですよ。まだまだ時間はあります。しかし、ルナ選手、リップを塗っていません。忘れていました。大丈夫か？これは間に合うのか？一度前髪を整えて、あ、2分を切りました。タイマーが2分を切りました。髪の毛はとてもいい感じですね。はい、そしてスプレーをかけます。やはりキープはすごく大事ですね、デートなんでね。これでもう髪の毛は完成ですね。ヘリコプターがまた飛んでおります。今日は多いですね。おっと、ここでハイライト取り出した。時間があると思ったのでしょうか。ハイライト塗っています。いいですね、ここまで。おっと、ヘリコプターに気を取られているか。集中してください。顔がひどいな。
あと10秒で1分を切ります。早くリップを塗らないと間に合わないぞ。1分を切りました。あと57秒。リップは最近すごくお気に入りのアミューズのリップですね。こちら色がすごい薄付きなんですけど、プルプルのリップになるのですごいお気に入りで、最近毎日使っています。おっと、時間がないぞ。でもこれで完成なので間に合うのか。これを塗って、お、完成か、完成でしょうか。最終調整をして、あ、さらにリップを取り出しました。重ね塗りですね。あと時間が15秒。14 13 12 11、はい、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了です。見事でしたね。はい、では最後、選手インタビューです。そうですね、やっぱり今回の私の勝因としましては、メイク10分、ヘア10分というふうに最初から振り分けていたということにあるかなと思います。そうですね、やっぱりポイントとしては省けるところは省くっていうことですかね。今回私は眉毛のアイブロウパウダーとフェイスラインのシェーディングとかを結構省いていて、あとビューラーとかですね、省いてもいい風に見えると言いますか、手を抜いてないように見えるところは省いて、必要なところに時間をかけるっていうのがすごいポイントだったかなって思います。はい、ちょっと今回こんな感じで20分間でヘアとメイクを完成させるっていう挑戦をしてみたんですけど、まあ、やはり寝坊はしない方がいいですね。まあ、この戦い挑戦がすごいいい挑戦だったなと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録と高評価、コメントの方、すいません、ちょっと疲れてしまって息が切れてしまって、すいません、と、まあ、インスタグラムのフォローとかもしていただけたらすごい嬉しいかなって思います。ありがとうございます。またね、このような大会が開催されることがありましたら挑戦したいかなって思っています。次も20分、いや15分のタイム、自己新記録を出せるように日々練習トレーニングに勤しんでいきたいかなって思っています。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、インスタグラムのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。また次の大会でお会いしましょう。バイバーイ。何やねんこの茶番。